皆さんこんにちは、平野早苗です。今日はジャニーズ性加害問題で被害に遭われたと訴えている堀田幹夫さんにお越しいただいております。堀田さん、今日は遠くから本当にわざわざありがとうございます。ありがとうございます。堀田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今現在、はい、堀田さんはどちらにいらっしゃるんですか？広島です。はい、はい、で実は私たちは、堀田さんに、もしよければズームででもっていうお話をしたんですが、そうじゃなくて、実際に東京に来て話したいと。そうですね。ね、はい、それはどういうお気持ちからですか？そうですね、やっぱり、前回 の, その、会見させていただいた時も、ズームのお話をいただいたんですが、でもやっぱりどうもズームだとどうしてもその、こう姿がね、なかなかはっきりしない部分もありながら、いうのもありながら、やっぱこう現場に、現場でじゃないともう僕は分かんないと思ったんで、とにかく現場という現場主義ですね。はいはい、あ、そうですか。だからわざわざね、本当にお越しいただいて。でも今までは、その名前を出して、顔を出して、それで訴えるっていう、そのやり方、それってものすごくやっぱりリスクがあると思いまして、この前の会見の時に初めて、その私たちはお名前も知ったわけですけれども、その名前も顔も出すっていう、そこまでたどり着いたお気持ちというのはどういう？そうですね、やっぱり会見、こうしますよ、リモートしますよ、いや僕は行きます、現場に行きますという話で、ただ本当にあれですよね、その会見が始まってもまだどうしようかな、どうしようかな、ずっとこう、もう一応映ってるんだけど、どうしようかな、どうしようかな、ずっと思いながら、ですけど、もう一度もう 出してしまうと、もうよいしょと思うのですね、という形で、実名告白させていただきました。例えばね、その段階で、もう被害は訴えているけれども、あなたは該当外ですというような返事が来てた。っていう状況ですよね。もしその該当者ですって認められていれば、名前も顔も出すことはなかったですね、なかった、全くなかったですね。その該当外ですって言われた時ってどんな思いだったんですか？そうですね、やっぱりこう本当にこうまたさらに突き落とされたような、気分ですかね。自分は認められるだろうっていう思いはあったんですか？そうですね、もう絶対、こう何らかの、こう認められると思いながら挑んだんですが、もうドサッとなったんで、もう本当にこう落とされたような、気持ちですね。その、該当外ですっていう、何ですかね、コメントはどのように、来るんですか？そうですね、メール1本ですね。もうその担当保証委員会の弁護士、担当弁護士さんから1個のメールだけで、もう保証いたしませんという形ですね。何がその該当しませんよっていう結論に至ったこの理由というものは分かるんですか？もう全く何もそういう記載もなく、もうその文面だけですね。あとは挙句の果てにはあれですね、全く、電話での受付はいたしません。以上っていう感じですか。じゃあ不服がある場合はこのようにしてくださいっていう。全くないですね。ないんですか。もうこれで終わりですっていう感じ。もう一方的っていう。そうですね。そういう状況。でなおかつ先ほどの通り電話では受付は一切いたします、じゃあどうやってするのっていう、その 不信感が罰のっていう感じですかね。それでじゃあその後はどういう行動をされたんですか？でそれで、どうしても何を見てそういう、調査、そういう判断に至ったのかいう部分で、不安が積みながら、不安って不信ですよね、積みながら、ただそのちょうどその会見、国連 の, その、作業部会 の, その報告ですね、が、ありますと、でその会見もします、っていうのに、これはチャンスだと思って、
それでもう今しかない、そのメディアの方もおそらく来るであろうと思いながらですね、はあはあ、今しかないと思ってそれで、うん、参加させていただいて、例えばそれってあの当事者の会とはもう連絡を取り合ってたっていうことですか。そうです、去年ですかね、はい、今まあ元代表ですけど平本さんですね、はいはい、と、まあ、去年の秋に、まあ、お会いして、横浜とかなんですけど、はい、まあ、お会いして、はい、でそれでちょっとまあお話しさせてもらって、うんうん、それは申告する前ですか。 前ですね、前、まず相談したっていうような形、そうですね、はいはい、まあ、こういう、まあ、僕は地方なんですけど、はい、まあ、こういう事実があります、うん、で、まあ、こういう、まあ、あの経歴があります、うん、っていう中で、うん、じゃあ一度お会いしましょうということで、はい、僕からちょっとお会いしませんかってお願いしたんです。はい、うん、だから、まあ、平本さんも、まあ、うん、お会いしましょうということで、はい、去年11月だったんですかね、はい、お会いさせていただきました、はい、で、まあ、平本さん的には、はい、じゃあこういうやり方があるよっていうことですか。で、まあ、その時はちょうどその、うん、もう本当に要は在籍確認ができないともう花からもう弾かれとったような時期だったです、はあ、うん、でそのお話をして、まあ、した後、まあ、ちょっと数日か、まあ、あと1ヶ月ぐらい経ってから、はい、あの保証、あの何ですかね、その在籍確認ができなくても、うん、あの一応、まあ、ちゃんとあの、はい、お話聞きますっていうのに変わったんですね。それで、あ、僕は、まあ、たまたまそれに申告できた状況です、はい、あ、そして、はい、その流れでいくと、はい、まあ、じゃあ自分のそういう、うん、所属確認みたいなものが、まあ、なくても、あの面談はできる。あ、そうですね、うん、そうピアリングはできますっていう形になったんで、はい、でそれで、まあ、再度申告ですね、させていただいた状況でございます、はい、で申告は普通にそのあのホームページの、そうですね、ちょうど年末でしたかね、はい、12月だったんですけど、その時にそのスマイルアップさんのその保証のフォーラムかなんかですね、はいはい、それで、まあ、あの申告させてもらって、あの、まあ、僕の人の被害内容とかその時の、状況ですね、はい、を全部、まあ、申告して、はい、それが12月だったんですけど、それでも、ね、2月ぐらいですかね、うん、今年の、はい、だから、まあ、その、保証委員会の担当弁護士の方から連絡があって、はい、メールですけどね、でそれで、まあ、あなたの面談いたします。ほうほう、うん、で3月なんですけど、はい、その3月の半ばの、まあ、うん、まあ、僕は15日だったんですけど、まあ、15日、うん、まあ、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、10日とかあるじゃないですか、うんうん、そういう何個か、3つ4つぐらいこう、はい、日程の、うん、あの一応あって、候補があってで、まあ、何時から、はい、と午前中は 何時からと午後何時からと、うんうん、ここは午後だっけとか、はいはい、いう部分があったんですけど、じゃあ私はまあ地方なんでできればやっぱ金曜日の方がいいかなという形で、まあ、はい、金曜日でいうことで、まあ、それで決まって1ヶ月後にお会いしましょうということで、うん、3月15日です、ね、はいはい、にお会いしました。そのヒアリングを受けた状況ですね。それはどういう人がそのヒアリングしてくれたんですか。そうですね、やっぱり弁護士ですね、その、スマイルアップ側さんの、はい、の方の西村朝日ではない、なかったですね。ではない、はい、別の、弁護士事務所に行って、はい、で、まあ、まあ僕一人にあの弁護士さん3人、ほうほうほう、なんか威圧感がないですか。ありますね、もう本当にこう対面で本当に、まあ、私一人、はい、真ん中で、はい、その担当の弁護士さんが、まあ、いらっしゃって、はい、まあ、ちょっとまあ年配の方の弁護士さんで、ほんまに若い方の弁護士さん、はい、まあ、その担当弁護士さんは、まあまあ、うん、中堅どころで、でその3人で、はい、じっと、うん、でこう皆さんパソコンを打ちながらですね、ははで、それで、まあ、ヒアリングを受けたという感じ。じゃあ、あの、大体話を聞くのはその担当の真ん中にいる弁護士さんが。そうですね、そうですね、まあその中でもやっぱりその周りの方もこう、あれはどうでした、これはどうでしたっていうことは、うん、お話はされたんですよね、はい。具体的にはどういうことを聞かれるんですか。はい、まあ、その申告した内容についての、うん、そのまあ、要はどうなの、あのこれどうなのか、ああなのかっていう、はい、で、まあ、その確認ですよね、ポイントですね。
その確認のその話の中では十分に理解してもらえたなっていう、まあ、まあ僕の、言う通りに言うって、はい、説明して、はい、でまあ弁護士さんも、うん、こうまあそうですね、あですね、ただその時どうでした、ああでしたとか、うん、どういう気持ちになりましたか、はい、うん、いうことをまあ聞かれましたですね。この時なんかこう自分の話は聞いてもらったなっていう感じなのか、なんかちょっと違和感があった感じなのか、うん、まあ私の場合か話させていただいて、あ、まあ事実のことを話しただけなんで、まあ、まあもうこれで OK なんかなと思ったんですけど、うん、はいはい、まあ実質興奮になってしまいました。あ、なんかこう、まあ、手応えじゃないですけども、はい、感触、はい、みたいなものでは、はい、まあ、ちゃんと訴えられて、はい、向こうの人も理解してくれたっていう感じはあった、ありましたですね。だいたい時間で言うとどれぐらい聞かれるんですか？そうですね、やっぱり1時間ちょっとかかった。あ、うん、割とじゃあこう細かくというか丁寧に聞いてくれるところはあるんですか？でその、どれぐらい後に返事が来るんですか？でそれで3月15日だったんで、はい、ちょうどまるまる1ヶ月後の4月15日に、はい、メールで、はい、で先ほどの、ま、内容的にはその全くもう被害の確認もできませんでした、はい、だけです。確認ができませんでした。確認ができません、被害の確認ができませんでしたという形ですかね。なるほど、うん、じゃあちょっと具体的になるんですけども、その被害っていうのは、いつどういう形であったんですか？まあ、私の場合は、まあ、地方なんですけど、はい、でまあまあ、駅ですね、まあ、駅、もともとはその、うん、まあ、ジャニーズ事務所に入りたいっていうお気持ちがあったんですか？そうですね、まあ、被害に遭う1年前、まあ、私が中学校2年の時、はい、まあ、1986年ですかね、86年、うん、はい、の時に、うん、まあ、うちの姉がすごくジャニーズ、まあまあ、今でいうオタクですね、はい、追っかけとかやってたんですか？東京まで行ったりしていろいろ追っかけですね、はい、そういうような感じだったんですけど、うん、でまあ、その影響もあってですね、うんうんうん、で、まあ今のそのスマイルアップの社長、はい、東さん、はい、少年隊当時、まあ、前席で、うん、私がちょうど中学校の時もう憧れの、うん、少年隊さんのようになりたいと思ってですね、はい、はい、それで当時そのジャニーズファミリークラブっていうのが、まあ、あるんですね、そのファンクラブの、はい、ファンクラブで連絡ずっとしてたんです、はい、黒電話でやりながらですね、はい、で電話しながら、はい、あれでも50回ぐらいですかね、はい、でやっとつながったんです、まあ、ジャニーズファミリークラブですっていう感じで、はい、すいませんジャニーズに入りたいんですけどっていう、まあ、ことを言ったら、うん、だったら履歴書を送ってもらえますかって言われたもんで、はい、でこのファミリークラブに送ってください、はい、あ、そうですか、じゃあ お写真も入れて送ってくださいねと、うん、いうことで、まあ、電話切って、うん、でそれで履歴書を書いてで写真、まあ、うち の, あの兄がおるんですけど、はい、すごいカメラが好きなんですよ。あ、でそれで、まあ、撮ってもらって写真ですね、でそれで送らせてもらったんです。うん、なんか書いたことって覚えてますか？あ、そうですね、そうですね、バク転がちょっとだけ練習してできるようになったんですけど、あんまりできないんですけど、はい、バク転とかいう、あ、当時、まあ、特技とか、特技はちょっとジャニーズ の, その入りでやっぱりバク転とかいうのがあったんですけど、書いてですね、書いて、うん、あんまりできないんですけど、うん、いやでも練習はしたんですよね。したんですけど、まあ、そういうの、はい、まあ、夢を描いて、ね、はいはい、ですね、はい、で送りました、はい、はい、送りました、はい、でまあ、それでもまあ何も、まあ、なく、何もなく、なく、はい、反応が一切ないということですね、はい、でそれでちょうど1年経った頃、うん、その1987年、はい、うん、私が中3の時ですかね、うん、でその広島でその、男組さんですね、はい、ジャニーズのですね、メンバーのコンサートがあります、あると、うん、でそのちょうど光源氏さんが、はい、その8月の半ばぐらいに、まあ、デビューします、まあ、1週間前か2週間前ぐらいの部分 で,、うん、でそれで、まあ、ゲスト出演しますよほうほうほうっていう、まあ、情報が、はい、まあ、
当時のファンの方ってすごいですね。どうやって調べてくるのかちょっと分かんないんですけど、はい、うん、もう 前もってそういう情報が入ってくるわけですね。そうですよね、はい、それをまあどうやって証明できるかちょっと僕らは分かんないんですけど、うんうん、でそのまあライブの前の日に、はい、ではその光源氏さんと、はい、そのジャニーさんが、はい、あの新幹線で来るよっていう情報を聞いたもんで、はい、で新幹線で来るっていうのも分かるんですね、うん、そうなんですね。それは僕ももう分かんないですけど、はあはあはあ、相当当時のファンの方ってすごいです ね、もうぐらい今みたいにこんなネットの環境が ねあるわけでもない中で、はい、じゃあ何時何分に駅に着くよとかいうそういう、まあ、ざっくりこの何時頃とかという感じですよね、はあ、それはだいたい何時ぐらいだまあ、僕8時台を記憶するんですけど、まあ、何月ぐらいなんですか。それが8月の1日だったんですよ、うん、日にちまでちゃんと分かってて、そのおとぐみさん のライブコンサートが8月の確か2日だったと思うんですけど、はい、その前日、うん、前日に、はい、の夜、はい、うん、8時台、まあ、ほぼもう9時に近かったかな、はい、うん、でまあ新幹線が来ました、はい、でホームですね、はい、でまあ、光源氏さんとか、まあ、そのマネージャーさんと呼ばかんですけど、はい、でまあ、ジャニーさんも降りてきて、はい、でうちの姉がまあ光源氏さん そのメンバーの方がファンだったので、うん、まあ、でその前にうちの姉にんどれがジャニーさんって言ったんですよ。一緒にそのこっちでじゃあ待ってるわけですね。あ、そう、一緒に待ってて、待ってて、うん、まあ、皆さんが来られてあのホームからこう降りてくる。あ、そうです、そうです、はい、まあ、新幹線から降りてくるホームに来ました、はいはい、で、まあ、うちの姉にどれがジャニーさんって言ったら、うん、あれって言って、うん、はい、あの方って言って、まあ、僕はまあすかさずジャニーさんとかに行って、へ、すごいなんか積極的な少年ですね。あ、そうです、まあ、当時はですね、はい、で、あの人って言われたその風貌っていうのは覚えてらっしゃる。そうですね、やっぱりちょっと小柄な、はい、あのちょっとまあパンチパーマじゃないですけど、まあ、うん、こう目がこう彫りの深い、はい、おじさんですね、うん、あのこうキャップをかぶったりとか、サングラスは、うん、とか、そういうのはあの写真のような感じはなかったですね。ではなくて本当にもうおじさん、もうパンチパーマで、うん、目がクリッとしたおじさんですね、はい、で、あの人だよって教えてもらって、はい、はい、でそれで、まあ、すかさずジャニーさんのところに行って、うん、まあ、お声かけ、ジャニーさんですか、はい、だから、うん、そうだよって言って、まあ、ジャニーさんが言ってくれたんで、で、まあ、それで懇願させてもらった状況ですね。なんて言ったんですか。あの、僕ジャニーズに入ったんですけど、はい、って言ったら、あ、そうなんだって言いながら、うん、歩きながら、はい、で、な、君はじゃあ履歴書送ったの。あ、うん、はい、はい、送りました、うんうん、だったらさ、東京に帰って、うん、あの君の履歴書探すから、じゃあ住所と名前と電話番号教えてよ、まあ、歩きながらですね、はい、あの話しながら、で歩いてたら、あの光源氏さんとその、まあ、皆さんはその、まあ、僕広島駅で被害を受けたんですけど、はい、あの新幹線口って北口っていうのがあるんですよ、はい、広島ですね、はい、で南口っていうとこがあって、はい、まあ、その在来線の方なんですけど、あ、なるほど、うん、はい、で私とジャニーさんは話しながら、うん、気づいたらその在来線の方に向かって行ってて、はい、まあ、皆さんとはぐれたんです。二人きりになった状況でして、はい、うん、はい、周りに人は、まあ、ちらほらおったんですけど、そこまではいなかったんですよ。あ、もう時間も、そうです ね8時9時、まあ、今の8時だったらね、すごいね、うん、8時台だとあれなんですけど、当時はね、そんなにいなかったんで、でそこでどういう状況に、そうですね、まあ、で、まあ、パッと聞いたら、誰もいないねって話で、まあ、はい、まあ、さっきのじゃあメモするわっていう形で、うん、あの花柄のボールペンを出されて、花柄のボールペン、今でも覚えてる、それはすごい特徴的ですね、うん、もうブルー、まあ、今で言うのは何て言うんですかね、うん、あの何フェラって言うんですかね、僕あのブルーの花ありますよね、なんか、ネモヒラ、ネモヒラって言うんですかね、ああいうこう、うん、はいはい、小さなお花です、ね、あんな感じのボールペンですかね、うんうん、を出されて、はい、で、まあ、もう一回君の電話番号と住所と名前教えて書きながら、はい、うん、でメモしたらまあ、そこから、まあ、手が回ってきたような感じですね、うん、それはまあその少年に対して、はい、まあ、その当時中学
3年生ですね。3年生に対しては、はい、なんかこうなんていうんですかね、まあ、あの自分の事務所でこれからやっていけそうな子かなっていうような、こう見定めるようななんかっていうのは あるものですか。まあお名前というのを聞かれたいことは、あ少しはチャンスがあるのかなとは思いながらですね、うん、でその手が回ってくるというのはその、まあ、例えば肩をこう叩くとか、そう肩の方からこう、うん、まあ、触りながらですね、はあ、でまあ、こう抱きかかえるというか、ちょうど、まあ 一緒の方向に向いてて、うんうん、壁側だったんですけどね、はははは、でまあこう肩から下腹部、うん、で、あそうなんだね、うん、でもさあの、まあ、股間に手を打って、はい、で、まあまあ、地方の方ね、まあ、難しいんだけどね、うん、言いながら、まあ、この辺をね、こう耳を舐められた形でね、ベロッとパクッとね、うんうん、いう感じだったですね。それって想像外じゃないですか、うん、まあ、でもびっくり、まあ、だから僕もうん、とかいう感じだったですね、はい、やっぱり、はいはい、はい、うん、その時こう、まあ、変なあれですけど、こう嫌っていうような嫌っていうか反応というか、うん、そうですね、やっぱりこうちょっとまあまあこう触れてくる時にこうなんかくの字になったのもちょっとあれですけど、はい、なんかこうおっこう なったのはなりますよね、うん、うんうんうん、でもそれでもまあ向こうはそうやって、うん、まあ地方の子は難しいんだよねみたいな、ね、もうその別に何て言うんだろう、はい、なんかそっちにこう意識がいかないようにこう話しかけるみたいなことなんですかね。うん、ですね、そんな感じだったですね。でも本当にそれって、うん、あもうだけどちょっとショックすぎる感じが、うん、そうですね、だって会って、うん、まあそうですね、っていうか何駅の中、ね、っていうのはちょっとそんなのあるのって感じが、だって人だって行き交うでしょ、そのそうですね、まあ全くゼロじゃないんだから、全くゼロじゃないですね、ねえ、それちょっとなんかこっちが今でちょっとこっちがショックいやまあでもその当時ねすごくもうなんか、うん、とか、うん、とか思いながらですね、はあ、でも、まあ、ご自身としてはやっぱりそのどうにかコンタクトを取ってここから広がってほしいっていう、うん、まあここで、まあ、そういう噂をね、まあ、聞いとったんで、うん、当時からですね、うんうん、でまあ、それが、まあ、本当とは思わないじゃないですか、はい、うん、まあ、表なんていうんですかね、うん、その都市伝説的なものかなとは思いながらですね、うん、はい、はい、うん、でも、まあ、なんとなくジャニーさんはそういう、うん、あの少年たちに、まあ、興味がある人だよ、ね、と、うん、いうのはそうですね、お聞きしてましたですね、当時ですね、なんかそういう意味でちょっと恐怖心みたいなものは、うんうん、ないわけですか、耳に入っていても。あでもそのさっきのやっぱり氷山の言い方がなくて、なんか、ね、うん、都市伝説では思ったので、はい、でもそういうことは絶対ないないだろう、ないでしょう、うん、まあ、噂でなんかこういうことがこう広がってきてるけど、はい、はい、そうですね、うんうん、それまあないなと思ってですね、思って、うん、ところがですわです、ね、ところが、はい、あやっぱりと思いながらですね、思いながらいかも、はい、みたいな感じなんでですよね、それでその、はい、なんかやっぱりやめようというかジャニーズ怖いとか嫌だなとか、あやっぱりそう思いますよね、やっぱりね、思った、うん、はい、やっぱりそのまあ、気持ち悪さの方がねやっぱり来るんで、うん、どうしても、うん、でそのやっぱりと、まあ、今でもですけど、やっぱり そういうあのジャニーさんみたいなあの風貌のような方を見ると、はい、やっぱりあとか思ったりしますね、うん、あそれずっとこう続くそうですねものなんですね、はいはい、うんうん、ああいう方を見ると で, す、ね、はあ、うん、でも、まあ、そこでじゃあどういうふうにのジャニーさんとは別れる感じになったんですか。でそれから、まあ、それはまあ終わってとかしですけど、はい、まあ、メモして、うん、そうですね、はい、でその光源氏さんがその、北口におったんですよ、うん、で、あのいないね形で北口におったら皆さん待ってました、はい、うん、でそれで、まあ、ジャニーさんと光源氏さんが合流して、まあ、タクシーに乗られて、はい、まあ、行かれた形ですかね、はいはい、うん、でじゃあ
堀田さんはその後どうされたんですか？そのまま一緒に姉と家に帰りましたし、うん、お姉さんにはそういうことって、うん、ちょっとこういうことがあったって話が、そうですね、それは容易はなかったですね。あ、全く言えなかったですね、うん、そういうものなんですね。ですね、うんうん、それは言っちゃいけないっていうなんかがあったんでしょうか。やっぱり言わなかったです、言えなかったです、はっきり言って、うんうん、それ心配かけるとか。あ、そうです、 その部分ですね、うん、あとかそういう、まあ、恥ずかしさもあるし、はい、うん、だって噂としてはお姉さんも知ってる、ね、わけですもんね、うんうん、でそういうことがまさに、はい、その弟の身に起きたっていうことは、うん、伝えられない、うん、ですね、うん、でじゃあずっとそれは誰にも言えないこととして、うん、はい、そうですね、ええ、ずっと、まあ、秘め事じゃないですけど、はい、あったんですね、うんうん、でもそのジャニーさんからはその後連絡って、そうですね、全く、まあ、あったのかないのかちょっと分かんないんですよね、その、はい、まあ、当時の電話も黒電話だったんで、はい、留守番電話もなかったので、なるほど、はい、うん、まあ自分の中で電話があったのかないのかちょっと分かんないんですけど、うんうんうん、とりあえずそのあの自分 の、うん、あの知りうる限りでは連絡が来て、はい、実際に何か話すということはなかったです。なかったと、はい、うん、